どうもシュートです。さあ今回はですね、ただいまのライブアップで C 環境で使っていける FP、まあ通常、まあ現役選手ですね。まあそちらの方、個人的に使える選手を紹介していこうかなというふうに思います。フォワードからね、ディフェンスまでしっかりと紹介していきますので、ぜひね、最後までご覧ください。ゆっくりと今回の動画をやっていこうと思います。ではまずフォワードですね。まあフォワードに関してなんですけど、まあ正直、まあ自分はアイコニックいっぱいいてっていう中でフォワードの選手使っていくのかって言ったらっていう部分があるので、まあ個人的に入れてる選手はもう飛びっきり、もう飛び級で強い選手、もうえげつなく強い選手とスーパーサブの選手ですね。もうその選手ぐらいしか入れないです。じゃあまずね、上から順に見ていきますけど、まずモラタですかね。まあモラタスーパーサブ持ってて、オフェ戦決定力とかヘディングとかも高くて、スピードあって、フィジコンが高くてね。まあ、結構今作に適したような選手なんで、自分のもらったらダブルタッチもついたんで、まあ、結構使えるのかなというふうには思いますね。もらったらまあ、使ってる人も多いですかね。で、まあ、スアレス。スアレスはもう本当に最強ですね。ボディコン、フィジコンあって、で、なおかつ決定力もあって、オフェンスセンスもあると。スアレスはマジで使えますね。で、まあ、サパタですね。まあ、結構いますね。使える選手。こうやって見ていったら。結構ゆっくりな動画になっちゃいますけど。まあ、サパタ決定力高くて、フィジコンあって、スーパーサブ持ちの、ワンパースルーパーワンシュー持ちと。まあ、サパタはね、今でも全然使ってますし、まあ、本当に強いですね。まあ、ラッシュフォードとか、まあ、使ってる人もいるんじゃないかな。で、まあ、オリギとかもいいですし、あ、で、まあ、入れてるのは、ムバップですね。マップも適正全部つけて、まあ、CMF とかでも個人的には全然使えるので、もうほんとムバッペは、まあ、入れるかなって感じですね。グラパとかもね、88あって、で、決定力98。まあ、これよりも強いムバッペいますけども、自分は、もうこれに適正全部つけちゃったので、このムバッペ使ってますね。で、他は、ベンゼマとかも結構使ってる人は多く見ますけど、まあ、個人的にはこのアズムンね、アズムンもね、めちゃめちゃいいと思います。OMF までできて、まあ、適正つけたんですけど、まあ、決定力とかそんな高くないんですけど、スピード瞬発94、93、フィジコン91のボディコン86と、ちょっとルンメ逃げみたいなフィジカル面も持ちつつ、このね、ワンパワンシュー。まあ、ここが本当にいいですよね。もうワンパ持ちのライブレで、なおかつフィジカルあって、OMF もできて、スピシュンもあると。まあ、こんな選手なかなかいないんでね、アズムンは本当に結構、今でも全然使っていける選手なのかなというふうに思います。いや、フォワードはね、まあまあいい選手多いですね。まあでもこれぐらいかな。個人的に持ってる中でね、持ってる中ではこれぐらいですかね。で、あとまあ通常のチャロフとか、まあハーランドはあんまり使わないですけど、まあチャロフかな。チャロフはよく使ってますね。あとクトゥジュね。クトゥジュの銀もよく使ってます。これぐらいですね。ST は、まあ、フェリックスは ST、OMF だとチャンスメーカーが発動してしまうので、個人的にはあんまり好きじゃないので使ってないですけれども、まあ、CF つけてあげるとね、無印で使えるので、それを考えればね、本当にいい能力値はしてるんで、グランダバス94、ボールキープ98、決定力95、スピシュン95、97の、キック力96で、ボディコン97、逆足33のワンパスルパ持ち。まあ、能力値としてはね、もう本当に申し分ないんですけれども、まあ、前線の選手でね、スーパーサブ以外はあんまり正直使わないので、CF、OMF、ST、まあ、全てこなせる選手だったらいいんですけども、やっぱチャンスメーカー発動してしまうっていうことで、ちょっとこの選手は減点ですかね。まあ、メッシに関しては自分は全然使ってなくて、まあ、CF とか、まあ、OMF とかで使ってる方が結構多いと思うんですけれども、なんでしょ、やっぱり逆足頻度1がきついのかな。逆足頻度1がね、今作にとってはちょっと厳しいのかなと思うので、まあ、メッシはあんまり使えてないですね。ただスキルとかいいので、もう本当にね、使ってる人はいっぱいいると思うので、まあ、もちろん強いんですけどね。個人的にはあんまり使わんかなっていう感じはしますね。で、あ、ロマンですね。まあ、持ってる方は本当に少ないと思うんですけど、シャルケのあのクトゥジュとか出てたガチャでね、この選手当てたんですけど、まあ、そんなに能力値、スピシュンとキック力、まあまああって、逆足3、4ぐらいなんですけど、まあスーパーサブ持ってって、
何のスキルつけたかわかんないですけど、多分なんかつけたはずなんで、あ、ダブルタッチですね。ダブルタッチつけたんで使ってる感じですかね。ただまあでも普通にダブルタッチついてなくても強い選手なので、まあ持ってる方はね、ぜひ使ってみてください。多分ね、当たってても、総合値93とかだとね、この選手当たったけど忘れてたなとかいう人もいると思うんで、ぜひね、いた方はぜひ使ってみてください。本当に強いので。で、まあ前線。まあロナウドとかも強いですね、やっぱり。まあただロナウド、どうでしょうね。サントスとかだと結構使えるんですけど、サントス以外だとあんまり使用感が良くないので、まあ前線はね、前線はぶっちゃけね、スカット全然入れてないんで。まあ今のね、スタメンとかもこんな感じなので、前線はもうぶっちゃけ全然入れてないですね。FP は入れてないっす。で、OMF なんですけど、まあチラッと見えたんですけど、やっぱザニオロね。で、まあ自分のザニオロ、スーパーサブついちゃったんで、まあこれはちょっとチート級のザニオロにはなってるんですけど、まあついてなくても本当に、ザニオロはガチスカに入ってくるレベルですね。CF、ST、OMF、CMF、どこやらしても強いと思います、本当に。で、ディフェンス能力もある程度あるんで、まあ、本当に DMF やらしても、全然やっていける選手なのかなと。フィジコンスピシュンあってね、ワンパ持ってるので、まあもう本当にね、強いので、まあザニオロは使ってる人も多いかな。で、まあハフェルツね、ちょっとザニオロの影には隠れちゃいましたけど、まあ、当たった方は全然今でも使えるのかなとは。今作に適したフィジコン87、ボディコン86で、ワンパスルーパー持ち。で、なおかつワンタッチシュート持ち。まあ、ちょっととザニオロと被ってしまう部分、ザニオロに劣ってるかなっていう部分は多いですけれども、前線の能力とか足元系はアフェルツの方が高いのでね、まあそこを考慮して使ってあげるのも全然ありかなと。でこの2人で ST とか組ませても全然面白そうですよね。まあ他はいないですかね、 OMF は。うん、デブライネとかもね、ライブアップであれば強いんですけれども、ライブアップでなかったら微妙みたいな感じなので、まああんまりですかね。でまあこっから CMF とかのゾーンに入ってくるので、まあ、結構、こっからは、がっつり解説していきますけれども、まず、クロースね。まあ、クロース結構、登場頻度も多いので、持ってる方も結構いると思いますけれども、意外とね、あんまり使われてないんですけど、本当に強いよっていうのをお勧めしたくて、クロース使うのはね、もう本当に、4312の DMF の底の位置、一番アンカーの位置に使うんですけども、まあ、スピード79、瞬発82と低いんじゃないのって思うかもしれないですけど、まあ、あの位置別にそんなにいらないんで、スピシュンそこまでいらないことを考えると、まあ、別に気にならない能力値かなと思いますし、で、フィジコン87のボディコン86ね。まあ、ここがね、今作に適してて、まあ、取った後もしっかりボディコンで、まあ、そんなに失うことなく、事故りにくいですし、フィジコンでしっかりボール奪えることもできますし、守備能力もそんなに低くはないと。で、逆足33の、まあ、コンディション程度5はちょっと気になりますけれども、インターセプト持ってって、ワンパスルパ。で、まあ、上がった時にミドルとかライジングとか、ワンタッチシュートとか根幹もあるので、しっかり決めれると。もうクロースはね、ほんと強いんですよね、マジで。もっとみんな使ってもいいのになっていう気持ちでいますね、ほんとに。うん。こんだけパス能力高くてね、ボルコンとかも高くて、ほんと事故りにくいですし、今作に非常に適したプレイメーカーかなと。プレイメーカー本当に強いので、まあ、使ってない方はぜひ使っていただきたいんですけども、個人的にアンカーとかよりも全然プレイメーカーの方がいいなと思ってるので、まあ、ぜひね、まだ使ってないよっていう方、プレイメーカー使ってないよって方はぜひ使ってみてください。さあ、動画時間も結構長くなってますね。まあ、サクッといきますけれども、そうですね、次プルガルですかね。まあ、プルガルも本当に強い。もうマジで強い。あのね、クロスを差し置いて使ってるんですけども、まあ、この、最低限の前線能力。で、グラッパ、フラッパ90。で、まあ、これ習慣のプルガルなんですけど、スピード87の瞬発85。まあ、クロスより軽く、まあ、ボール奪いに行けたり、インターセプト狙えたりできるよっていう感じですね。で、ボディコンはちょっと84と85には乗せれなかったですけど、フィジコン91あって、まあ、ボディコン84も決して低い数値ではないので、まあ、全然やっていけますね。で、スタミナ97ね。ここが本当にでかい、クロスと違いは。クロスそこまでスタミナないんですけど、プルガルは97あって、で、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネス。まあ、クロスより全然高いですよね。で、逆足33のコンディション程度5は一緒なんですけれども、インターセプトで、で、このプルガルね、ちょっとスルーパスついちゃったんで、お前スキル追加も良すぎやろって思う人もいるかもしれないですけど、まあ結構ね、使いまくってるんで、まああんまりその、4選手ぐらいかな。多分そんぐらいしかいいスキルついてないんで。まあ、勘弁してください、そこは。はい。で、まあ、ワンパスルーパー持ちで、この習慣のプルガルはワンパついてきましたね。ワンパスキル追加されてて、
で、まあ、インターセプトとかも持ってると。もう本当に強いですね、このプレイメーカー、プルガルは。マジでね、総合値94しかないですけど、まあ、スタメンから外すことはないですね。はい。で、まあ、カマビンガね。カマビンガ結構使ってる人多いと思います。あのね、決定力80なんですけれども、こう見ていただくと、まあ、ライジングシュートとか持ってるので、しっかりミドルも狙っていけると。で、スピシュン93。ここも高いですね。で、フィジコン90のボディコン91で今作に適してると。スタミナ93もまあそこまで悪くない数値で、守備系も高くて、まあコンディション程度5ですけれども、個人的には CMF で使うのが一番いいかなと、アンカー発動させずにね、真ん中の底の位置じゃなく、サイドの CMF で使ってあげるのがいいのかなというふうに思います。でもレナート・サンチェスとかね、ちょっと来るのが遅すぎましたね、本当に。ライブアップで乗ってないとさすがにね、まあ、能力値としては本当にいいんですけども、コンディション程度4はちょっときついですね。ただワンパスルパー持ってて、めちゃめちゃ強いとは思うんですけれども。あとはカンテとかもいいんですけれども、まあ、この能力値やっぱりそのサイドバックやらしたいですよね。スピード瞬発あって、ディフェンスセンスとか、もうボディコンとかも高くて、スタミナも99と。で、コンディション程度7。なんかね、中盤はもうちょっと身長いるかなと個人的には思ってて、ちょっとカンテちっちゃすぎるので、中盤ではあんまり使うことはないかなとで考えたら、やっぱサイドバック置きたいんですけど、サイドバック適正ないんで、まあ結局あんまりカンテは使ってない感じですね。で、中盤もね、結局ビエラとベッカも自分は多く使うことがあるので、まあそこに食い込んでくるかって言われたら、やっぱ食い込んでこないので、やっぱりそこの位置任せれる選手がまあいいのかなと。だからクロースとかプルガルを結構使う傾向にあるんですかね、自分が。まあサウルに関しては左サイドバックでめちゃめちゃ使ってます。まあ 4CB のサイドバックとかでも全然いいと思うんですけれども、スピード瞬発あって、フィジカルボディコンあって、守備能力あって、コンディション程度7で、まあ中盤で使うには逆足頻度1が気になるんですけど、サイドバック、左サイドバックなら全然気にならないと。ワンパス、スルーパス、インターセプトとかも持ってるんで、もう本当にこの選手は優秀ですね。マジで優秀です。もう本当に強いです。まあスカッドも結構常に入れてる感じではありますね。はい。で、まあ、中盤はもうこれぐらいかな。あ、ビダルはね、サイドバックで自分よく使ってますね。まあ、ただ、プジョルとかいるんでね。まあ、プジョルあんまり個人的には使用感良くないですけど、ライブアップで B なんで入れてるぐらいなんですけど、まあ、ビダルも結構いいですね。両サイドバックできて、ワンパ持ち、インターセプト、マンマークとかも持ってると。ビダルは使えるかな。あ、トナーリもね、結構使ってる人多いですよね。うん、プレイメーカーで。ただ、スタミナ87とやっぱそこはプルガルに劣る部分でもありますし、まあインターセプトとかも持ってないと。まあ守備系は能力高いですけど、なんかね、個人的にはプルガルの方が使いやすい気はしますね。総合値4も違うのに、総合値4違うけどプルガルの方が強いと感じてしまいますね。まああとはいないかな。あ、でバリオスですねもうこの選手は忘れちゃいかん。まあ DMF、センターバック、右サイドバックぐらいで使いますけど、まあ CMF でもたまに使うかな。まあもう本当にね、スカット入れてて間違いない選手ですね。もう本当にどこでもできて、で、スピシュンあって、フィジコンあって、ボディコンもある程度あって、守備能力も高い。で、逆足23のコンディション程度7で、ワンパ持ちと。で、マンマークインターセプト持ちと。もう本当にサイドバックで一番使うことが多いですけれども、右サイドバックで。まあ真ん中のセンターバックはきついですけど、サイドのセンターバックだったらできますし、DMF でアンカー発動させて使うのもいいですし、CMF の無印で使うのもいいんで、もうほんとバリオスは最強ですね。まあ CMF で使うとき中盤上がってきても、まあ得点力っていう部分はないですけれども、まあ、ワンパ持ってるんでね、しっかり細かく繋いでいけるので、バリオスは本当に有能ですね。まあ一回しか登場してないですけど、初めのガチャでね、まあ当たったよっていう方はもうずっと使ってるんじゃないかな。自分も使ってるんでね、まあみんな使ってると思います。で、あ、デュンフリースね。デュンフリースはね、今スカット入れてますけれども、サイドバックできて、センターバックもできて、まあ DMF もできて。で、フィジコン99のスピード95、瞬発92。で、まあディフェンスセンス低いんですけども、全然センターバックやらせてますね。インターセプト持ってて。もう全然、センターバックやらせてます。まああとはいるかな。キミヒはね、本当にライブアップで安定してたんで、B ばっかりだったんでね。キミヒは使いやすかったんですけど、まあもう、ね、ライブアップでないんで、使ってないですね、今は。で、まあセンターバックゾーン入ってきましたね。まあこっからはもう本当に人増えますけれども、使ってる選手は。まあペペも全然強いですよ、本当に。最近当たったペペなんですけど、まあスピシュ86、85。で、フィジコン97の、ボディコン76。で、ディフェンスセンス99の、アグレッシブネス90。なんかアグレッシブネス低い方がいい説みたいな感じの話はね、今出てるんで、
まあそれの理論に乗っとるならペペは全然使えるのかなと。コンディション安定度7ですし、マンマークインターセプト持ちのハードプレスと、まあ全然使えると思います。で今一番使ってる選手ですね、もうルーベンディアス、まあ、最強ですね本当に。グラッパ87のヘレン94、スピード86の瞬発85で、フィジコン96、スタミナ97、ディフェンスセンス98、ボルダッシュ95、アグレッシブネス99と、まあ最強ですよね。まあもう言うことないでしょう。まあこの選手に関しては言うことないですね。でまあバランとかも強いんですけど、まあ個人的には使わないと。でまあサールですね。サールはもうめちゃめちゃ使ってますね。サイドバックもできますし、スピシュン高くて、この選手ボディコンもあるっていうのがいいんですよね。事故りにくいんでボディコンあると。で、ディフェンスセンス、ボルダッシュ95乗せてると。コンディション安定度6しかないですけど、もう全然使えますね、本当に。まあカマラもベンチには入れてるかなって感じです。まあクリバリも、まあ一応ベンチには、まあ最近抜きましたけど、まあ入れてるかなって思います。全然使ってる方ですね。まあリュカエルなんですとかも、まあ1回しか登場してないですけど、スピード92、93のフィジコン90、ボディコン88と、今作に、まあある程度適してる。で逆足頻度1なんで、ちょっとそこは事故りやすさには影響してくるんですけど、左サイドバックだとそんなに関係ないかなと思うので、まあ、全然使えますね。で、忘れちゃいけないのが、やっぱりジョー・ゴメスですよね。まあ多分一番使ってんのかな、今までで。センターバックとかだと一番使ってるような気がしますね。結構、まあ序盤じゃなかった気がしますけど、中盤ぐらいかな。に当てて、もうそっからずっと使ってますね。スピード94の瞬発92、フィジコン92、ボディコン87。で、ディフェンスセンス98の、コンアン5しかないんですけれども、で、スキルもマンマーク、インターセプト、どっちもないんですけれども、もうほんと強いですね。もうこの選手は最強ですね。スピシュンあって、フィジコン、ボディコンあって、まあ、事故りにくいと。で、なおかつ、裏パスもすぐ追いつくと。で、無印でセンターバックで使えるんで、もう本当に最強だと思います。まあ、グスタボ・ゴメスとかもね、能力値からしたら結構強いんですけど、スピシュンもまあそこそこあって、フィジコン97。ディフェンスセンス98のアグレッシブネス97。コンディション安定度6のマンマークインターセプト持ち。まあ、見た感じ強そうではあるんですけど、まあ使用感としてはあんまり良くなかったですかね。ごめんなさいね、なんかこんなのんびり喋ってるだけの動画になってしまって。手抜いてるわけじゃないですよ。結構真剣に解説してるんですけどね。で、あ、リサンドロ・マルティネスもね、たまーに使いますね。まあ、真ん中やらせることはできないですけど、左サイドバックの無印として、スピード86、瞬発92、フィジコン86のボディコン92。もう結構ほんと優秀なんで、低弾道ロブピンポイントクロスも持ってるんで、いいクロスも上げれると。ほんとこの選手 もう結構序盤に出てきましたけど、全然今でもたまに愛用するかなって感じはしますね。まあこれぐらいですかね。まあギンターは本当に初期からずっと愛用してますけれども、グランダーパス高くてスピシュンある程度あって、フィジコンもボディコンもあって、ディフェンスセンス99と、でスタミナ98あるんで、まあ、中盤とかもできるし、コンディション安定度7。で、スルーパスとか、インターセプトとかも持ってると。あ、スルーパスはつけたかな。多分スルーパスは自分でつけましたけど、インターセプトとかも持ってるんで、しっかり守備もできると。まあ、いいですよね。まあ、これぐらいかな。まあ、ゴールキーパーは、ドンナルンマ、ハンダノビッチ、クルトワ、ラフォン。これぐらいしか、信用してないですね。シチェスにも、ある程度信用してたんですけども、コンアン5なんで入れてないです。ただ、コンアン5でも入れてんのはもうクルトワだけ。あ、ラフォンも入れてるか。ラフォンはベンチに置いてる感じですね。で、サントス使うなら攻撃的。それ以外はもうほとんどクルトワでベンチにハンダノみたいな感じでやってますね。はい、それではね、ここで動画終わっていきたいと思いますけれども、まあ結構長い動画になっちゃいましたね。まあここまでね、見ていただいた方も本当にありがとうございます。まあ、最近はね、生放送メインにはなってたんですけど、しっかり動画も上げていくのでね、これからもよろしくお願いいたします。それではね、今回ここで動画終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。